2020年、体は想像を超えられる、パーソナルトレーナーの岩田です。今回のテーマは、食事が変われば、お腹が変わるのかです。皆さん、年末年始、たくさんのイベント行事があったと思います。飲んだり、食べたりして、お腹の方はいかがでしょうか？ぜひ皆さんに食事の方法について、今回はご案内させていただきたいと思います。私たちの体を動かす源、エネルギー源は、主に糖質、ご飯やラーメンといった小麦でできたものだったりします。そして、また脂質、油物ですね。唐揚げなど、そういったものがあります。そういったものが私たちのエネルギー源となっております。ですが、よく聞く話では、年末年始で少し食べ過ぎて増えちゃった。そういったお話をよく聞くことがありますが、それはエネルギーとしてたくさん蓄積してしまったからなんですね。なので、今お伝えした糖質、そして脂質のバランスを考えることがとても重要です。ポイントとしては、糖質を取る際、なるべく多く取りすぎず、また少なくすぎず、そこの部分をちょっと気をつけてみてください。脂質も一緒に取ってしまうことによって、エネルギーが余ってしまえば、結果的にエネルギーが余ったものは全部中性脂肪になってしまうんです。例えば、糖質が少なければ、油は少し多めにしていただいても大丈夫ということです。ぜひ、そういった糖質と脂質のバランスを考えながら、食事をしてみてください。そうすることで、食事が変われば、お腹が変わります。ぜひ、皆さん、試してみてください。皆さん、腹筋のトレーニングには慣れてきたでしょうか？今回は、お腹の下っ腹、特に落ちにくいところをターゲットにしてご案内していきます。床に手をつけていただきまして、仰向けにいただきます。足を少し浮かせたところ、ここがスタートポジションです。ここからゆっくり足を垂直に上げていきます。ここがフィニッシュポジションです。ゆっくりと動作を行っていきます。動作のポイントは、腰が反らないように行っていくことです。呼吸は、足を垂直に上げた際に息を吐き切りましょう。続いて、2種目目、レッグシダースです。先ほどと同様、仰向けに寝ていただきます。手で上体を支えてください。足を少し浮かせたところ、ここがスタートポジションです。ゆっくりと足をクロスさせます。ここがフィニッシュポジションです。これを交互に行っていきます。片方ずつの足がクロスされる際に、お腹の下っ腹、ぜひそこを意識してみてください。以上の2種目です。皆さん、いかがでしたでしょうか？今ご案内させていただいたお腹の種目、運動方法と食事方法で、ぜひ皆さん、お腹の下腹部を引き締めてください。次回は、くびれを作る方法と、シックスパックを作る方法をご案内いたします。